今、爺様と出くわしたいよ。爺様は今思うと盆さんだったんだろうな。ガリガリでまずそうなのに、お金食ってな。おかねえけど、さっきも鬼だで。逃げるだなんて思いつかねえで、どうしていいがわからねくて動けねえまんまでおったらな、プーンって匂い、いい匂いが、さっきの花子さんできただよ。爺様が出して蓋を開けたでも、もうその匂いがとっくりの中身が気になって気になって、お金のも忘れてふらふら近づいちまっただ。だどもな、爺様と来たら、さっきが手伸ばしたら、ひょいって、ひょうたん隠しちまうっての。力ずくで、とか思えるような相手でも願ったで。ほら、どうしていいか困っちまって、また動けんようになってな。人間の言葉なんて聞いたことも習ったことも願ったのに、不思議なもんでな、何言われてっか分かったの。んだで言われた通り、爺様が帰って峠下越えて、爺様を下ろして、思い出すだけでも
飲みでくなるな。ご褒美にもらった瓢箪の中身の、あの時の酒の運めがった子だ。もうな、さっきいっぺんで虜になっちまったの。爺様はそれっきり先のことをほったらかして山の向こうへと去っていったとも。一つだけ先に人間の言葉教えて残してくれてな。手伝いすっから酒っこ飲ませな。こんたがさっきが一番初めに覚えた人の言葉だ。初めは山に来たもんね。それからだんだん村やら町やらにこっちから出かけて、でもそう言って、頼るようになってきたんだ。そん頃にはさ、さっきも人間の言葉をすっかり覚えて、人間の子供じゃなくて頼られるのもまあ嬉しくって、火事も消したし、イグネ長者を懲らしめもした。山から木材たーん運んで、戦の時には鉄砲っこ担いで、大砲担いで、先にお酒っこ飲ませてくれた人間を必ず助けてやったの。